ダイヤモンドグローブ。ダイヤモンドグローブは、フジテレビ系列で放送されている、プロボクシング中継番組、および、産業経済新聞社、産経スポーツなどが主催する、ボクシング工業の名称である。フジテレビは1958年3月2日に、ボクシングのレギュラー放送を開始、1959年11月5日に、 大阪市の大木町プール特設リングで開催された世界フライ級選手権試合、矢尾いたサダオ VS パスカールペレスは、多正式に視聴率調査が行われる以前の話であるが、視聴率92.5%の絶大な数字とも言われている。1960年代のテレビボクシング黄金時代において、フジテレビは水曜日と日曜日に放送し、そのうちの日曜日の中継は、 三菱グループがスポンサーとなり、三菱ダイヤモンドグローブとして1967年3月26日まで、毎週日曜22時台21時21時45分21時30分22時15分に、生放送で中継していた、水曜はリングサイドアワーとして放送。以降は一時的に水曜日22時台水曜日22時30分23時、などを経て、 1> 月一回深夜の放送となった。それ以後三菱が共産から撤退した後も、このダイヤモンドグローブの題名はその名残として続いる。ただし1990年代のごく一時期、三菱自動車工業のスポンサーがついていたことがあり、リング上に三菱ダイヤモンドマークが使われたことがあった。なお、世界タイトルマッチは火曜ワイドスペシャルなどのゴールデン単発枠で、 ダイヤモンドグローブスペシャルとして生中継を行っていた。ダイヤモンドグローブでは、ファイティング原田、和島孝一、福田健吾、飯泉健二上山人志、渡辺雄二三谷山と、伊藤達史、数有アリは、コウジ沙原らのスターを生み出し、また1995年には、ジョー・が実質的なプロモーターとして開催し10月3、国を呼び、 やひろしのダブル東洋太平洋王座決定戦。12月、ルイシと小泉が WBC 世界フェザー級王座。2001年には1月、新井田豊がミニマム級。4月には坂田武史がフライ級の日本王座を獲得した試合を放映した。近年は主にサン・ハサマプロモーションと提携して、各月に同事務のボクシング工業に講演。 共産の形で参加している。また、この工業の模様は、地上波の深夜枠で、録画放送される。2008年8月に行われた、JBC 公認後初の女子世界タイトルマッチとなる、風神ライカ VS、アン・サクラーと、ウィン・ユー・パラドオン・ジム VS、尾関桃モモのダブル世界戦を、CSC 中継し、アンダーカードの山口直子戦と共に、 国内初の女子ボクシング生中継となった。このうち、ライカ VS 桜あと1000は、地上波でもシニア録画で放送され、これが地上波初の女子ボクシング中継とな。12月8日に行われた初の日本人同士による、女子世界戦、トカシナオミ VS、菊池七子も放送。しかし、ボクシング人気が低迷すると、フジテレビも、また K1 プライドといった。 新興格闘技の中継に傾いていた影響により、宮田ジムがプロモートする、内藤大輔 VS、ポンサクレック・ボンジョンム3の世界戦の放映を打ち切るなど、ボクシング中継に熱心ではなくなった。2012年、しばらくと抱いていた、定期放送を6月11日から再開した。日本テレビ、ダイナミックグローブが2009年3月に、地上波放送が打ち切られたため、 現在地上派唯一のボクシング定期放送となっている。2013年から局がアマチュア7冠の新人、井上直也と放送権契約を結び、これに合わせて2月11日放送分でゲスト出演した。4月16日、同局として21年ぶりのゴールデンタイムのボクシング中継となった井上 VS 佐野祐希戦は、 エキサイティングタイムボクシング中継のタイトルでカスペ枠で生放送された8月25日田口良一 VS 井上の日本ライトフライ級タイトルマッチとロンドンオリンピックミドル級金メダリスト村田良太のデビュー戦となる VS 柴田明夫戦を1992年11月20日のヘナロエルナンデス VS 渡辺雄二戦以来21年ぶりに ダイヤモンドグローブスペシャルのタイトルで放送した日曜19時2 0時54分11月3日には10月21日に行われた原隆二 vs 国重隆の日本ミニマム級タイトルマッチを放送したがダイヤモンドグローブではなくスポーツプラス枠としての放送だった12月6日村田のプロ第2戦などと合わせて WBC 世界フライ級タイトルマッチや映画史、東 VS エドガル操作戦も放送、金曜プレステージ枠。同局での世界戦中継は2007年9月24日の、アレクサンデル・ムニオス VS、アイザワ・戦、地上波では、昼の時差録が以来6年ぶりの放送となる。一部アンダーカードは9日放送の、ダイヤモンドグローブと合わせて、録画放送された。 2014年9月5日には金曜プレステージ枠で放送。ただし直前のキリンチャレンジカップサッカー2014が19時21時27分に編成されたため、21時30分23時22分に繰り下げて放送し、21時27分21時30分に短縮繰り下げた FNN ニュースピックアップとの接続はステブレレスになった。 キリンチャレンジカップとの接続も捨てぶれです。2015年2月9日公楽園大会、メインは日本スーパーフェザー級タイトルマッチ、内藤忠寿 VS、伊藤正幸をもって2003年より生中継されてきた富士テレビ CS チャンネルライブダイヤモンドグローブ終了が発表された。その後、地上波版ダイヤモンドグローブについては、 フジバラナイト枠で継続したが、ダイヤモンドグローブスペシャルは2015年5月1日に、金曜プレステージの後々に、金曜プレミアム枠で放送された。ダイヤモンドグローブスペシャルは2016年より、ボクシングフェス、2017年10月より、富士ボクシングに、会消の上で放送されている。SP のみ、SP のみ、いずれも、 フジテレビアナウンサー、スタジオ部分は CES 放送のみ、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。